甲府市中央にある春日モールの南端から東に伸びる銀座通り商店街、その中ほどにある一軒の書店。春日町からそういう知識の光をこう届けていきたいという、そういうところから春光堂と名付けられたと聞いてます。25坪の店内は店主が厳選したえりすぐりの本が並ぶ。今はどうしてもこうスマホを片手に自分の好きな興味だけに行っちゃいがちなんですけれども、本屋さんって自分の好きな世界以外の世界がこんなに広いんだっていうことに気づけるところだと思うんですよね。ふらーっとこう本屋さんを巡っていると新たな出会いってあるんですよね。そうなんですよね、うん、トーチ。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。あ、食パンとか美味しそうなパンが並んでる。春光堂書店のすぐ隣にあるシェアスペーストーチ。奥のラウンジには春光堂書店の店主が選んだ本が並び、自由に読むこともできる。なんかその本に囲まれて仕事をすると、なんかいつも出ないアイデアが出たりとか、なんか合間でこうリフレッシュで本を読んだりできるので、そこがポイントですごいいいなと思ってます。甲府駅を降りてここまで本屋さんが一軒もないんですよ。ここに残った唯一の本屋さんが地の発信拠点になるんだったら、この場所がちょうどふさわしいんじゃないかなとは思うんですよね。ここでは皆が思い思いの時を過ごす。隣にこう春光堂書店さんという創業100年の本屋さんがあって、で読書会とか、まあそういったその地をこう共有するようなイベントっていうのを継続してやられてきたっていうところで、私たちもあのそういった文化を町にこう残していきたいなと思って、この当地という場所をあの作らせていただきました。ゆったりと読書を楽しんだり、時には人々が集まって語り合ったり、当地が教えてくれるのは直接触れ合うアナログの良さ。トーチは甲府の文化の火を灯す松明だ。県からのお願いです。新型コロナウイルス感染症の情報は県のホームページをご覧ください。引き続き感染症対策の徹底をお願いします。